倉敷工業は1回関西のエース吉利を攻め、5番福原のライト前ヒットで先制すると、西本のタイムリーやスクイズも決まり、一気に4点を奪います。両チーム得点を重ね、6対1で迎えた3回、関西も4番高橋のタイムリースリーベースなどで3点を返し、2点差に詰め寄ります。終盤8回、2点を追う関西はまたしても4番高橋がセンターへ弾き返し、1点差に詰め寄ります。さらに7番森安がスクイズを決め、関西同点とします。なお満塁とチャンスを広げる関西、バッターは9番吉利、なんと押し出し。関西が接戦をものにして決勝進出です。順調に決勝まで上り詰めた関西は3回裏に6番平岡のスクイズで手堅く先制すると、4回7回にも1点ずつを加え、3対0とリードを広げます。関西のエース吉利は7回まで岡山理大附属打線を0点に抑えますが、8回ヒットとエラーで1点を失います。しかしその裏、関西はランナーを2塁に置いて1番太田が左中間を破るスリーベース、再び3点差とします。そして最終回、ワンアウト1塁2塁のピンチもエース吉利がダブルプレーで切り抜け、関西4対1で理大附属を破り、2年連続5度目の代表です。